力を一番大事にしている、まあ、ここの感覚をねちょっとつけてもらいたいなっていうところですね。そこをお話しますんでよろしくお願いします。でこれはねあくまでやっぱりちょっと感覚っていうことなので分かりづらいので、人によってもやっぱりねばらつきが出てくる、うん、でもやっぱりねレッスンとかでやってるとそういうこういう感覚なんですよっていうのは結構な人がハマるので、まあ、全員が全員やってくださいって話じゃないんですけど、まあ、ものは試しに、うん、やってみるとですねまあまあいいんじゃないかなっていうねそういうところなんですね。でこうラケット振るときにこうフォアハンドストローク負荷を感じるところっていうのをご自身で、ちょっとね感じ取ってもらいたい。どこで負荷を感じるんだ、負荷が生じてるんだっていうのをね感じ取ってもらいたいですね。こう結論で言うと、ここら辺。ここら辺ですね。ここら辺で負荷を感じてもらいたいんですね。で、これね、このスイングっていう幅が結構ありますんで、その中でどこで力入ってるんだっていうのを感じ取るのも、ちょっとね、難しいっちゃ難しいんですよ。で、なので、まあ、最初は素振りで。で、まあ、悪い例っていうかそのここだけじゃない負荷がここだけじゃないってなってくると例えば初動が速いとかってなってくるとですねさここら辺でちょっと力入ってるのが感じようと思えば感じられるはず、うん、初動が速いとかこっちに振っちゃってるとかってなってくると、ね、こっちで一回負荷を感じるってことは筋肉に力を入れてるんですよね。その負荷に負けないように筋肉力入れてる。でその次の瞬間もう一回ここで筋肉に力を入れたいってなった時に、最初に負荷が、まあ、筋肉力を入れた筋肉っていうのは次の動作ではあんまり力が入らないようになってるんですよ。もうそういう性能なんで、でそうなってくるとここで力入ってここら辺でちょっと抜けるっていうね状態になりやすい。ただラケットはね動いてるんで遠心力っていうかねこう助走がついてるんでラケットが止まるってことはないんですけど腕としては力入れづらい状態になってる、ね、するとですねすげえ速い球がバーンってきてバーンって当たってすごい衝撃なんですよね。で衝撃にちょっと負けちゃうとかってなってくると、やっぱり効率よく球飛んでいかないので衝撃に負けないっていうぐらいねデンとこういきたいわけですよ。もう硬い壁に球が当たりゃバーンって跳ね返ってくる。壁がね柔らかかったりとか動いたりとかするとショックを吸収しちゃうんでボールの飛びが悪いじゃないですか。もう同じなんですね。なので一番入るべき時に入ってれば球はねスランと飛んでくれますよと、ね、でこう振ってきてここでだけ負荷感じる。でその感じた時負荷を感じる時に同時にカーンと固めていきましょうね。負荷を感じるときに動かすんじゃなくて固める。でもちろんガンと固めるここら辺固めるんですけど力入れるんですよ。固めるんですけどこう手自体は動くんでガンって固めてもこうこっちには動きますんでこう振り抜かないのかっていうとそんなことはなくて振り抜くんですけど固めるところ力入れるところっていうのをここだけで、そうするためにはですねここら辺でこうちょっとこう意識的にこうやって動かしてますよね。プッシュ系で動かしてますよね。でその時にラケットがねこうなっちゃうとちょっと長いんですよ。負荷がかかってるなってラケット重さ感じるなっていう距離が、ね、ちょっと長くなる。力入れる距離が長くなる。すると最後の方にはこと切れてくる。だから最後の方がね、ここら辺早めに入っちゃうと最後の一番大事な最後の方っていうのは抜けちゃうので、なので、そうしないためにも、こうあまりこうならないようにっていう程度の、こっちに行かないっていう程度の力、軽く入れてあげる必要があって、それがまあ固定っていうところですよね。デコピンっていうところもそうなんですけど、ある程度動かないように力入れてるんだけど、実際は動かされます。力入れてんだけどこう動かされます。だからペンとこうガンって固めるって時に力がうまく入りますよ、なので
遅れないようにっていうので、ちょっとここら辺で軽く力が必要なんだな、こうならないために力が必要なんだなっていうのをちょっと感じながら、大事なここだけでカンとね、するとですね、打点ってここですよね、力入れるのここら辺ですよ。だから打点のね直後ぐらいになってくるんですよ。で打点を意識する必要は全くないんですけど、一応ねその感覚的には直後に力を入れてるっていう感覚になってくる。すると打点ではラケットしっかり動いてるし、でかといって負けないようにガッと力入ってるし、力入ってる。だからボールにこのグワンってやられないでもパッて力入ってる。でセンター走りますよ。まあ、そういう風なですねシステムになってますので、なのでこれをですねまずは素振りでやっていただいて、でだんだん負荷をかけてもそれが感じ取れるように、まあ、ショートラリーで、あ、ここだけで、あ、ここら辺だけで力入ってるな。でロングラリー、お互いロングラリーですね。ロングラリーの時にパチンって打って、あ、ここら辺ゆっくりで、初動はゆっくりで、しかもラケットがこういかないようにちょっと負荷を感じながら、最後ガチンガチンと負荷感じて、でもう一番負荷はやっぱ強いなっていうのは、まあ、ボレーストロークとかのラリーですよね。であとはもうもっと言えば、まあ速いサーブ受けるときなんかでも同じように打てる。でもうとにかくここだけ負荷が最大にかかって、そこをバンと止めて、でまあ慣れてきたらそこからもちろん振り抜いて、ね、っていうですねの僕は一番大事ですよって、もう逆に言うとそれのためにいろいろ話してるっていうところですね。なので細かいところは別にいいっちゃいいんで、ね、細かいところはまあいいので人それぞれで構いませんので、その感覚っていうね、ちょっとね大変分かりづらい話なんですけど、僕の大事にしてるっていうところのですねお話でした。はい、じゃあ今日以上になります。どうもありがとうございました。